ボアソナード・ギュスターブ・エミール・ボアソナード・ド・フォンタラビーは、フランスの法学者、教育者。日本の大上官法制局御用係、元老院御用係、外務省事務顧問、国際法顧問、法律取調べ委員会委員等を歴任。訓一等局実大受賞受賞。故障については、ボアソナード、ボアソナド、ボアソナドとも表記される。バルドマルヌ県バンセンヌ出身。 父ジャン・フランソワ・ボア・ソナードはパリ大学教授で著名な古典学者。不仏戦争ではパリに牢城した。明治初期に来日した親とい外国人の一人。幕末に締結された不平等条約による違い法権に代表される不平等条項の撤廃のため、日本の国内法の整備に大きな貢献を果たし、日本近代法の父と呼ばれている。司法省妙暴領。 司法省法学校のほか東京法学校、明治法律学校、旧制東京大学でも教団に立ち、東京法学校では教頭も務めた。これらの学校は日本法学の草分けとなる人材を多く輩出した。行政、外交分野でも日本政府の顧問として幅広く活躍し、朝日、主芸光明、君一等随法省、 君一等曲日大受賞と日本の勲章を三度受賞した。父は貴族の家系であるのに対し、母、マリー・ローズ・アンジェリク・ブートリーの出自が低かったためか、両者は長期にわたって同居していたものの入籍しておらず、正式に婚姻したのは裁判年になってからである。今回氏は、父の姓を名乗れないため、ギュスターブは純正によって、着出氏の地位を獲得するまで、 母の姓を名乗っていた。したがって、1856年までの彼の論文を検索するときには、グストブブや取りによらなければならないことに注意が必要とされている。明治政府の最大の課題は、日本の近代化で、そのために不平等条約撤廃の前提として、列強各国が日本に対して要求していた近代法典を成立させる必要があった。 そこで日本政府はヨーロッパで評価の高いナポレオン・ボナパルトの処方点をモデルとすることを決め優位の人物を探していたがボア・ソナードがパリの川地敏吉ら司法省の西欧視察団に法律の抗議をしていたのがきっかけで明治政府により法律顧問として昇平を受けた彼は当初日本に渡航することに難色を示していたが パリ大学の教授ポストが当分開かないことなどの事情から日本渡航を決意した。ボアソナードは来日後法律顧問に就任し司法商法学校において10年にわたってフランス法の講義をしたが自然法原理主義者であった。彼は単に外国法を丸写しするような法律の基礎には反対して日本の監修法などを侵略して日本の国情と 近代的な法制との合致を重んじた態度で法廷整備を進めるべきだと主張して、時の司法教、大北加藤から信任を得て、日本の国内法の整備に当たるようになった。法廷の編纂は、まず刑法廷と知財法廷から行われた。その理由は、江戸時代までは各藩が独自の法ッを制定し、藩によって刑罰がまちまちであったため、その統一が急務であったからである。 明治期に入り、明治政府が仮刑律、新律考領、改定律令と立て続けに刑事法の制定を行ったのも刑罰権を新政府が独占するためである。しかしその骨子は従前同様中国法を直接刑事して作られたもので、これまでの日本における律令と大きな違いはなく、改定律令は西洋刑法思想を取り入れ律的、財刑法定主義とも言われるほど、 個別の犯罪要件を個別的に明確に規定していたものの近代刑法と呼ぶに及ばないものであった。そこで、ボアソナードに母国フランスの刑法、資材法を模範として、刑法典並びに資材法典の起礎が命じられた。ボアソナードは近代刑法の大原則である財刑法定主義を柱とした刑法、並びに刑事手続きの法を明文化した。 死財法をフランス語で起草し、それを日本側が翻訳するという形で草案がまとめられた。起草された草案は、元老院の審議を経て、休憩法、死財法として、明治13年制定され、2年後施行されるに至った。明治初期の刑事手続きでは、江戸時代の制度を受け継いだ拷問による自白教養が行われていたが、これを偶然目にした。彼は自然法に反するとして、 すぐさま明治政府に拷問廃止を訴えた。親とい外国人の中で拷問廃止を訴えたのはボア・ソナードだけだったと言われている。1878年、司法省民法編纂会議のもとで編纂されていた民法草案は完成を見たが、フランス法の直訳であり修正すべき点が多いとの理由で廃棄されることとなった。 刑事法の編纂が決着したことから、明治12年からボアソナードが民法典の起草に着手した。不平等条約撤廃の交渉過程で、列強各国が民法をはじめとする近代法典の不在を違い法権の正当化理由としていたことから、江戸幕府に引き続き、明治政府も早くから、 すでに民法典の編纂に着手していたのであるが、日本に民法典が存在しなかったこともあって、その起草は容易ではなく、三作り臨らがナポレオン法典を翻訳し民法の草案が幾度も作成されたが、司法卿大北加藤は直輸入的な草案を拒絶し、日本の実態に即した民法典の起草をボアソナードに命じたのである。なお、民法典の起草にあたって、 重要な参考資料とするために、大木は全国の慣例や習俗を二度にわたって調査し、全国民事慣例類集を編纂している。ところが、1886年に、旧正東京大学が帝国大学と改称し、イギリス法学を導入し始めると、元老院民法編纂局は閉鎖されることとなり、大木が内閣を介して、ボアソナード草案を、 元老院へ提出するも、審理は、外務卿、井上薫の要請により保留され、新たに設置された、外務省法律取調べ委員会が草案を、審理することとなった。起訴を始めてから10年の歳月を経た、明治23年、七百7 6 2条からなる民法が、交付されたが、民法天丼争の結果、旧民法は、施行が延期され、結局施行されることなく、 民法が交付、施行され、これにより、旧民法は廃止された。もっとも、ボアソナード自身が起草した草案は施行されることこそ、なかったが、民法典のできる前には、一時事実上の方言として、放送、法学者に研究、利用された。当時の国家試験の主要科目でさえあったという。また、物件や再建、財産権などの原理原則は、 現行民法に受け継がれ、全条文のうち少なくとも半分くらいは、フランス法の影響があると主張する論者もいる。そのため、現在においてもフランスに留学する民法学者が少なくない。ボアソナードの共造法学教育にも力を注ぎ、民法基礎者の一人で、日本民法典の父と言われる、梅健次郎、明治法律学校の創設者、岸本達夫らに、 多大な影響を与え、弟子の宮城博士像は、東洋のオルトランと呼ばれた。ちなみにオルトランは、ボアソナードの死である。司法省法学校で教鞭を取り、1881年5月に、法政大学の前身である東京法学校の講師、1883年9月には、東京法学校の教頭として着任。十年以上にわたり、近代法学使用制と、 判事、免許代原始要請に尽力し、法大の基礎を築いたため、法政大学の祖とされている。また、明治法律学校では、刑法、知財法、自然法、相続法の講義を行い、東京大学法学部では、旧民法の草案について講義するなど、日本の法学教育に大きく貢献した。ボアソナードの講義について、科学に乗りは、もって、おのずから秩序なく、 時には王道に入り、ついには本堂への戻り道を失することありて、到底諸学の者には了解しがたくと実会しており、ボアソナード流の講義になれるまで苦労したとも言われている。また、ボアソナードは講義をするにあたって、法律書など一切傾向してくることはなく、前日の講義の末尾を学生に尋ねその続きを、講義するといった形で講義をしていたとカダは、記している。 ボアソナードは当時国際法にも通ずる数少ない人物であったため台湾出兵後の北京での交渉に補佐として日本側代表大久保利道に同行条約締結の成功に貢献したこれを受け随法省授与現在も法務省旧本館の資料室で一般公開されている1882年朝鮮で人語事変が起こった際ボアソナードは 外交顧問として、軍乱勃発直後より何回も諮問を受けており、同年8月9日付の朝鮮事件に、不意の上機関ボアゾナード諮問答筆記では、日本にとって最も恐るべき隣国は、ロシアであると解き、日本、中国、朝鮮が提携するアジア主義を進めた。抗議録や草案は、国立国会図書館に多数残る。天皇陛下のお言葉。 国賓フランス大統領閣下及びトリエル・ベレール女子のための宮中万餐区内庁、平成25年6月7日、大久保康を、ボア・ソナード日本近代法の父岩波書店、1977年、アメリカ人のルジャンドルと同時受賞。日本の勲章の歴史、アリチ・トール、1973年、旧民法の編纂過程に現れた、諸僧案旧民法と、 フランス民法との比較検討の準備作業として、九州大学、論説。2016年3月18日へ閲覧。塩見と孝、俊谷と義にのぶよし編、日本の法学者30ページ、杉山直次郎、要塞和ンの法学者、ボアソナード人水反省の生涯、帝国大学新聞昭和11年11月26日号、星野栄一。 日本民法典に与えたフランス法の影響に知仏。法学参考。日本帝国国会議員制でに432ページ。法政大学。市ヶ谷キャンパスのシンボルである。ボアソナードタワーや。ボアソナード記念現代法研究所の名称は、彼の名前に由来するものである。科学に乗り。自力不意はな文庫。国学院大学日本文化研究所編。近代日本法制資料集。第八。 召集。大久保安夫、ボアソナードの日中朝三国同盟検索岩波書店、図書2010年11月号、ピアニッシモ、6から9国立国会図書館デジタルアーカイブ。ボアソナードが1872年2月パリ、大学法学部で行った公開講義で、フランスの古典ラフォンテーヌの群話を素材として、経済の視点から作品を考察し、 その社会経済思想を探求しようとしたもの。ボアソナードの東京法学校での講義を、堀田正忠が公約、去った正国が筆記編集し、ボアソナードの許可を得て出版したもの。ボアソナードらが編纂し1890年に交付された民法に対し思考延期派が民法典論争を起こした際、ボアソナードが思考延期派の外務大臣、 榎本武明にあてた書簡、ありがとうございます。